はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、星名副隊長を書いていきたいと思います。その前に一つお知らせです。現在リクエスト投票企画を実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。輪郭はほっぺをクッとさせて、でお餅みたいに丸くで耳で、顔の真ん中に鼻をちょんと描いて、目をにっこりさせていきます。で、これは前の方を細く描いて、後ろをちょっと太めに描きます。で、二重のラインで、反対側右目も輪郭に近い方を太めに、で、先端はちょっと細く描きます。で、二重のラインで、口をにっこりさせます。で、前髪はちょうどこの顔の真ん中のところからパッツンで、こっちもちょっとギザッとさせてパツン、で、もう一個毛束を作って、で、生え際のもみあげ、で、反対側ちょっと毛先1本出してパッと、で、頭のてっぺんの分け目は左目のこのちょうど真ん中ぐらいからすっと上に上がったところから、くるくるくるっと丸く、で、こっちもくるくるくるっと丸く、キノコみたいな感じで描いて、で、後ろを刈り上げていきます。で、反対側の耳を描いて、真ん中に1本こっちに流れる毛の流れを描いて、で、眉毛が前髪の間からちょっとだけ見えます。で、最後に髪の毛にタッチを入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。